ちは、山本です。上地子です。今日は見えてたけど今日はこちら、ダダーン、リンゴです。おはようございます。マンゴーです。お客さんからいただきました。結構飼育員もいっぱいいただいて。そうね、たくさんいただいてありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃうまかったです。食べてるとこ取らないとダメかな。俺が皮ごと、うん、いいんじゃない、皮ごといこっか。皮ごといけるんですか、これ前全然いけます。全然いけるよね。皮ごとはやばいですみたいなコメントしないでください。ちょっと動物用に切ってあげていこうかなと思います。うん、切ってくー。長崎バイオパーク。これで早速あげていきたいと思います。うん、すごいですね。いや、猿だ。あ、来たよ。キャサリンも来た。あ、キャサリン食べるんだ。モルにあげたいな、キャサリン。うん、モルにあげたい。なんだよ、味しめちゃう。あ、来たよ。食べ始めた。食べ始めたね。あ、ベルマットも食べるんだ。ちょっと予想外だったな。割と好きそうだね。キャサリンとの戦い。あ、キャサリンが来た。キャラさん、そんなガッツピ肉ないよ。うん、今日もちょっと食べるな。サル、すごいっすね。めっちゃ好き。キャサリンもあります。キャサリンね。あ、はい。かわいい。猿が最後。本当だ。猿みんな来たね。猿はもう相当好きなんだ。おお。結構好きっすよ。これキャサリン、これ最後。最後っていうことがわかるだろうか、キャサリンが。あ、落としちゃった。モルがいると遠慮するんですか。あ、そう。あ、ピンクじゃないですか、モル。食べるけど、うん、そこまで寄ってこないか。食べてる子は美味しそうに食べてるけど、うん、猿と一緒に。猿は大好き。あ、帰ってっちゃった。まあ、猿が食べるなら自分はいいかぐらいの感じなのか。はい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 。キャサリンね。キャサリン全部食べそうだね。いや、髪は食べるでしょう、俺のイメージでは。やっぱね、髪食べるよね。はいはい、美味しい美味しい。顔食べてる。最近来て。最近食べんの？本当。え？え、なんで？いや、最近あんまりフルーツ食べるイメージじゃなかったけど、食べるんだ。やっぱ噛めだよ。噛め。これをあげたかった。うん、あげる？うん、おー、来たよ、なんか。来たよ、すごい距離来たよ。すごい距離。え？うさぎと噛め。うさぎと噛めが仲良く食べてる。やめて。きなこ、きなこ食べる。きなこも顔かわいいね。やっぱカメ好きだよね。カメこういうの好きだもん。あ、でももう満足？ん？満足したのかな。あ、みつこ、みつこもういいの。みつこももういいんだって。もっと知りたいのコーナー。はい、今日は新世界ザルについて。まあ、猿の仲間で新世界ザルと呼ばれる種類の猿たちがいるんですけど、皆さん新世界ザル、どういう猿たちだと思いますか。どういう猿ですか。はい、新世界ザルは、これマンモセットも載ってますけど、マンモセットも新世界ザル。これヒントなのかな。新世界っていう言葉もヒント。はい、そうですね。新世界ザルはコロンブスが見つけた新世界の
猿、つまりアメリカ南北アメリカ大陸の猿を新世界猿と言います。で、新世界っていうワードはあのワンピース読んでる方は出てくるんでご存知かもしれませんが、ワンピースの新世界もそのコロンブスの大航海時代の時の新世界ってワードから取ってるので語源は同じっていうことになります。だから南北アメリカ、あとはバイオパークにいるので言うとフサオマキザル、リスザル、あとマモセットかな、それだけかな。この3種類がバイオパークにいる新世界猿になります。あとは旧世界猿って言われるアジアとかアフリカとかにいる猿たちと、あと原猿って呼ばれる、まあ、ちょっと原始的な特徴を残したキツネザルの仲間たちがいます。分類一つ一つはややこしいけど、新世界猿はあ、コロンブスの新世界かって思えばすぐ覚えられると思うんで、これもう社会の勉強でもちょっと繋がってるんでぜひ覚えてください。本来は鳥も食べるイメージだけどね、フルーツとか。うちの鳥たち全然食べないもんね。落とした。始め置いといてだから。始めしてる。美味しいやつかも。うわー、食べちゃう。食べちゃうね。仕方ないか。あー、やめて、怖い。どこで喧嘩しないで、やめて、仕方ない、やめて、はい、でもやっぱピーちゃんが食べるやつって食動物系食わなくないですか。うん、そうねずっと待ってる、ずっと待って、よかったね、もらってちがうらしい、甘すぎるんですね、草食動物、うん、甘すぎるよね、草とか食べてるやつ。シンプルにそういう味覚じゃないから味がしないんです、やっぱそのあるじゃないですか、その辛いとか苦味を感じやすいとか。味はするけど苦手な味なんじゃない、多分。甘みとかは多分感じる要素少ないんじゃない。どうなんだろう、なんか我々にとってのさ、子供の時の苦味的なそういう感じに感じるんじゃない。ピーちゃん、おいしい、ピーちゃんね、よかったね、ピーちゃん。あら、置いた俺の高鍋が届く。はい、ということで揚げてきました。可愛かったですね。なんかそこそこ人気だったかな。俺もっと食べないと思ってた、草食べる系の動物たちがね。甘すぎるとやっぱ基本食べないイメージなんだよね、うん、そうだよね、うん、その割には食べたかなっていうぐらい、すごく食べたわけじゃないけど。動物たちも分かりますよね、なんか糖分の多すぎるものって、うん、まあでもこのマンゴーはまあ評判良かったね、うん、全体的にね。亀とか猿とか大好きだったし、ひーちゃんが食べるものは基本あのモルモットたちはあんまり好んで食べないってことが分かりました、うん、中で結論、マンゴーもっと食べたいな俺が食べたいです、マンゴーいっぱい、うん、いや美味しかった、美味しかったです、はいはい、またお願いします。山本が美味しそうにフルーツ食べてるとこ見たいと思った方はチャンネル登録してください。こんなフルーツ山本さんに食べてもらいたいっていうのはコメント欄に書いてください、うん、マンゴー美味しそうだなと思ったらグッドボタンお願いします。以上です。バイバーイ。